またかよと思ったでしょ、皆さん。いやー、切ない気づきだよ。はい、またこの脱出ゲームのシリーズ第3作目が出ましたんで。はい、今回はクリスマスから脱出です。場所じゃなくなったよ。クリスマスから脱出で場所じゃなくなったよ。もうなんかそのタイトルから、非リア充がリア充わしゃわしゃおる、クリスマスの街から、逃避するという、そういう内容のタイトルみたいに感じるけど、ちょっと違うよ。それでもないよ。あと、こいつは素敵なままやけどさ、突然アホコちゃん服着出したよ。いや、服着ちゃ、服、アホコちゃんの真骨頂はどっちかっていうとパンイチの姿だったんやけど、パンイチって、ブラジャーもつけておったけど、下着姿が良かったのにさ、なんで着ちゃったかな。まあいいや、始めます。なんかカラーになり始めたね。色付き始めたね。ここは、一体。なんだかすごく変な雰囲気の部屋。ここから取れるのはどうしたらいいの？とにかく部屋の中をなんかいろいろ見てみよう。部屋は、この辺テンプレやね。もうこの辺はもう分かってれば何て言うか調べるものがくるぐるっていう。もうその辺はテンプレだからもう飛ばします。さて、服装が変わったけどさ、もうほんとなんでアホコちゃんに服着せたねん。あのプルンプルしたおっぱいとか、もうすっごい誘ってくるお尻とかよかったのに。よし。とりあえずこれ出口やな。これは出口か。しかし、この扉は開かないようだな。なんやね。くり、まる、ま、まる。まるに入る文字を当てよう。ヒント、す、すやないか。クリスマスやないか、もう完全に。てか、お前らクリスマス知ってなかったらそんな服装してないだろうっていうような感覚やけどな、お前ら。ねえ、何か書いてあるよ。まるまるに、るを、てろ。まるに入る文字を当てろと書いてあるんだ。漢字読めんのや。丸に入る何を入れるんだろう。エビとかカニとかかな。入れるってそういうことじゃないと思うよ。いや、文字を入れるんだ。ん？上にも何か書いてあるな。ぬ？あ、確かに。ちょっと飛び出とうけん、ぬにも見えんこともないんか。ほんとだ。カタカナのぬっぽいね。ちなみにぬ入れたら何になるかって言ったら、クリヌマヌ。なんだそれ。アホじゃなくてもなんだそれってなってしまうわ。謎の暗号だな。いや、全然謎じゃなかったし。あ、ヌーだと思っとったけわからんだけかもしれんけどさ、まずさ、クリマルマ丸でさ、クリスマスって思ってしまうでしょ。わあ、俺が第三者とおったらさ、すぐに脱出してるのだな。今頃さ、ドアパカーって開けて出てるところなのにな。俺がいない。うわあ明らかに違う世界の人間みたいなのがいるんですけど、もう抱え方が違う世界の人間クラスなんですけどね。なんかすごい豪勢な、綺麗な抱え方してる。絶対これだけ違う人が書いてる。こんにちは。私は女神です。答えは素で、素で。答えは素で言ってくれとるやないか。なんだこの人。とってもこれ、綺麗な人。それにすんごいいい匂いもする。いい香水つけとんだろうな。豪華。もうそういう体のケアが豪華なんやな。わからないことがあれば何でも教えてあげますよ。しょっぱなからスーって言うたやないか。とりあえず一通りこの部屋の中を調べてはいかがかしら。一通りって何？この綺麗な人何言ってんの？出た。このアホコちゃんの義務教育通ってなかったでしょ、パターンのやつ。部屋の中を一回全部調べてみろっていうことだ。まだ調べ足りないってことかな。らしいわ。それにしてもさ、この女神の人もなかなかさ、上の乳がエロいですね。これさ、緑の部分だけ隠したらすごいエロい感じになりますね。オッケー。じゃあ次行こうか。あ、ヒントってまだあるし。あと、もうクリスマスだからかだと思うけどさ、とりあえず置いとる感じのツリーがありますね。ヒント。ギャー！素だー！友回しに素だよってさ、何でも教えてくれよの感じになってる。どうした？すごい匂い。なんかすごい匂いだよ、これ。初めてか。素の匂い嗅ぐの初めてか、お前は。どんな匂いなんだ？なんだの、その瓶は。わかんない。一度に二つも質問しないで。二つも質問されたら頭が沸騰しちゃうよ。アホコだもんね。これがアホコスタイル。すまない。お前がアホなの忘れていた。その瓶は何の瓶なんだ？わかんない。何か書いてあるけど読めない。
絶対義務教育通ってないんだ。スーってさ、小学校低学年ぐらいで習うんじゃなかったっけ。じゃあそれでどんな匂いなんだ。例えようがない感じ、よくわかんない。例えるための言葉、ボキャブラリーがないな、お前の頭の中には絶対。なるほど、そういう感じの瓶なのか、あれか。よっしゃ、次の方。この木、何かメモがついてるぞ。なんだろうこれ、ひらがなと数字が書いてある。書いた人は何を伝えなかったの。クリスマス木、クーが8、リーは4。これはちょっとわからんな、考えてみな。でもさ、友達にクリスマスってあるもんな。多分数字の方はどうでもいいんだろうな、多分。クリスマスっていうのを伝えなかったんだろうな、これ友達に。すごい遠回しに伝えようとしてる。これは暗号の解読方法だろうか。一気に脱出ゲームっぽくなったな。もう答え書いてるけどね。すごい脱出ゲームっぽいね。ちゃんとした脱出ゲームみたいになった。いや、アホコちゃんさ。いろんな言葉知ってそうな言葉知らんくせに脱出ゲームって言葉知っとんじゃな、君。今頃やけど。いい感じに脱出ゲームっぽい展開になってきたな。うん、いい感じだと思う。ワクワクする。はあ、なんかさ、前回のパートから、えらいでかい何かが出てきたりするんよな、これ。あとヒントってさ、どんだけヒント連れてきてるの。もう答えしか連れてきてないようなヒントだけど、ヒント連れてきてるのよ。ヒント、貴様が今崩したものの一文字目、砂か。だから、スーなんだよ。めちゃくちゃスーを強調してきている。見て、このすごい細かいザラザラしたのを手でザーってやったら何か出てきたよ。本当だ。何か書いてあるな。このすごい細かいザラザラしたのって何なんだろう。知らんのか。ちょっと待て。今ここに書いてあるものを読んでみるから。ねえ、それって何て書いてあるの。読めろ。アホちゃん、いくつなんだろう。もうちょっと年齢を聞きたいね。どうしたの。わかった、読めたぞ。何かの一文字目だ。この部屋を脱出するためのヒントね。すごーい、やったー。でもそんなにすごくないんだよ。なんでだってね、さあ、崩したものの一文字目の崩したものがこれだということに気づいてないからね。アホちゃんの隣にいるこの男、この男もなかなかのアホである。さあ、このドリル気になる。巨人のドリルは多分前回前々回最後に出てきたあのモヒカンやろうのドリルかもしれないが。ぐおー、なんだこれ、すごい重いぞ。わあ、なんかこれ先っちょすごいなんかシュイーってなってるよ。わあ、これこそアホちゃんがエロい感じって言ってもおかしくないような突起だもんな。わあ、なんだそれ。と、止めてくれ。と、止める。どうやって。すごいジュイーってなってるよ。掴んで、手で掴んで止めて。これ掴むの。この先っちょシュイーってなってるの掴むの。うん、掴むの。力いっぱい握れば止まるはず。へえ、怖い。でもやってみる。やめといた方がいいよ、手が飛んじゃう。いい子も悪い子も真似しないでね。制作者見てるなこれ、上から見てるなこれ。いやー、手が熱いし持ちゃこい。持ちゃこいって言葉して。初めて聞いた、持ちゃこいって。あ、一周回ってきちゃったよ。なんか、あれ？今回はタダ出しもらってこうこうのものがなかったな、今回。どうすればいいんだ？あ、全然さ、スーってさ、遠回しだったりさ、結構あからさまにスーってさ、強調しとったのにさ、全然分かってないよな。なあ。あ、一通り部屋の中を調べてみたようですね。そうだった、そうだった。調べてみたらどうでしょうかって言われとったのだった。ほんとこの人、いい匂いする。くんかくんかしたい。あ、俺だったらもうすでにクンカクがしてさ、多分さ、もうボディタッチに入ってそうな気がするけどね。この部屋の中にある液体と何かを組み合わせてみるといいでしょう。それ答えじゃない。答えの導き方を教えてくれるからもうネタバレじゃないそれ。もう、こうなりに解く力がないと思い込んできてるね、君は。液体と何か組み合わせる。液体？あれか、酢のことやな。液体？何それ、どんな匂いのもの。液体も知らずに嗅いでたのか、お前は。どんな匂いかわからないが、とりあえず俺は何かを取りに行けばいいかわかった。どうすればいいかわからなくなるために私に話しかけるといいことがありますよ。それ教えてくれるんや、毎回毎回教えてくれるんや、この。
くんかくんか、うへへー。話聞いてないな、こいつ。よっしゃ、すやな。すのところ行こう。あ、こっちか。これだ。くんかくんか、いやー分かっとるのに、また書き直すな。女神の言っていただきたいのは、これのことだ。すごい匂い、なんかすごい匂いだよ、これ。さっきも言ったじゃないか。さっきも書いたやろうが、お前。ほんの数分前のことも忘れとったが、お前。女神が言うには、これと何かを組み合わせるって話だったな。多分これを何かにかけるんだ。この匂い何なんだろう、くんかくんか。ギャー、鼻の奥にずーっと来るよ。ずーっと来るんだったらやめればいいやろうに。脱出ゲームっぽくなってきてな。いい感じだ。くんかくんか。ギャー、これダメだよ。さっきの女の人の匂い嗅ぎたい。よし、嗅ぎに行くぞ。組み合わせるってそんな感じなの。おめでとうございます。言っていいよ。見つけたようですね。この女神もさ、え、どうかしましたかみたいな目線やめてくれない。あとエロい、とてつもなくエロい。アホちゃんレベルでエロい。でも残念ながらその液体を組み合わせるものは私ではありませんよ。そうだろうな。なぜこの行為に及んだのか、この頭の中が気になるね。もうエロいことを妄想してるだろうね今頃。本当にすごい匂いだな、この液体。この液体と薄く黄色い細かい粒状のものを組み合わせるのです。黄色い粒、砂のこと。薄くて黄色い粒状のもの。なるほど、すっごい甘いものの近くにあったあれのことか。あまりその液体を私にかけ続けるとなくなってしまいますよ。くんかくんか、女神のお姉さん、呼び物になってもいい匂い、ふふふ。すごい、酢の匂いに買ってるんだ、このお姉さんの匂い。何の香水使ってるんだろう。お、美しくなりたい人必見です。これな。これにこの液体をかけると、おっ、これはまたエビフライや。もういいよ、エビフライ推しは。作者さん、どんだけエビフライ好きなんだ。I love エビっていう T シャツ持ってそうだな、作者さん。もう持ってなくたってさ、そういう概念でかけてるお前は。これはエビフライ。おっと、アホちゃん進歩したね。君、この前まではエビなんとかライとか言ってたよね。エビフライが出来上がったぞ。どういうことだ。もしかしてこの液体ってエビフライの層だったんじゃない。そして元か、元だったんじゃない。そしてこのザラザラしたものって、そうか、あの薄く黄色い粒状のものはパン粉か。パン粉だったん。え、ちょっと待って、それじゃあ砂じゃなくなるけんさ。パーになってよ。え、だとしたらクリパーマパーってな、よう、もうわからん。そういうことだったのね。理解するんじゃない。なんて読むのかわからなかったが、この瓶に書かれている酢って文字を分解して並び替えると、まさか酢、エビフライっていう字が出来上がる気がする。え、どう分解したんだ。え、どういう分解の仕方したんだそれは。本当だ、なんとなく出来上がる気がする。理解できてないわ。アホちゃん、やっぱアホだから理解できてないわ。したくもないようなことを言ってるけどな、こいつら。とにかく、あとは、このエビフライをどう使えばいいか調べる必要があるぞ。もうさ、このエビフライの使い方をさ、想像するとしたらさ、もう想像がつかないね、これ。だって目に突っ込んだりさ、相手にビーム打ち込んだりに使うしさ、もう、どう使うんだ、今回は。なあ、女神、今回はどう使うんだ。おー、突っ込んだ。おー、典型的なパターンきましたね。残念ながら、これはエビフライの正しい使用方法ではありませんよ。うん、わかってる。この男がおかしいだけであってさ、もうこのゲームのエビフライの使い方はこういう感じだったなって言ってると麻痺してる。俺の感覚も麻痺してる。しかし、とうとうこの部屋の真相に近づいてきたようですね。あと、もう少しこの部屋から脱出できるのか。このエビフライをある場所に掲げれば、この部屋の真実が表示されます。真実？真実が表示される？表示される。なるほど。あそこか。ふっ。あと少しです。頑張ってください。はーい。どこ？これ？ツリーの前？ちゃうな。あ、ここか。もうここくるん？あ、見てみて。エビフライを掲げたら、液晶の表示板の文字がクリマルマーマルからクリスマスに変わった。あ、文字が動いてる。ん、
まさか、まさか。これってどういうことなの？この部屋はクリスマスの部屋なんかじゃなかったんだ。この部屋はエビフライの部屋だったんだよ。どういうことやねん。エビフライの部屋ってさ、エビフライに2本ぐらいあっただけやろうが。あとさ、クリスマスからエビフライに変換させる無理があるわ。どういうことなの？これはアホコちゃんじゃなくてもそう思う。どういうことなんだろう？分かってないんかい。分かってないんかい。あと変換の変形していく瞬間をもう一回やり直すんじゃないわ。どういうことだ。俺も分からんようになってきた。女神、お、ふふふ、こう部屋の真実にたどり着いたようね。何をする気だ。見せてあげる、私の正体。このお姉さん女神じゃなかったっていうの。もう対応力がさ、何をされても怒らんっていう対応力は女神だったけどな。中身が現れる。うおお、これが私の正体だ。これが女神の正体だというのか。いや、おかしい。もう体の体積がおかしいだろうが。どうしてこうなったのだ。これはブリ、まさか旬のブリなの。アホじゃ、ブリは知ってるんだ。ちょうどクリスマスの寒い時期に美味しいと言われるあの、はっ、この新鮮な磯の香りとお魚の風味、いい匂いの正体もこれだったのね。いい匂いってこういうことだったんか。え、匂いの種類全然違うやん。香水かと思っとったよ、これ。はっはっ、今更次でももう遅い。だあ、どうする貴様ら。どうするもどうするもさ、そんなこと分かったりして何もならんと思うけど。どうしよう。くそ、ここまで来て一体どうすればいいんだ。うはは、ヒントを与えてくれる優しい女神だな。もういないのだよ。お前らにはどうすることもできまい。お前らはここで終わるのだ。どうしよう。俺たちここまでなの。まだだ、まだ諦めるな。まあ何か方法はあるはずだ。おやつなら絶対にやれる。どうなる。あ、結局次何だったん。あ、なんもない。なんもない。釣り聞くなんもないやん。ドリル、これだー。声を使おう。これを使うの。でもこれ、シューってなってたら、手が熱くなっちゃって、持ちゃこいだけだよ。これとあれを組み合わせて武器にするんだ。これとあれ、あれって何？アホコ、自分の名前に甘えるな。たとえアホでも考えることを諦めるな。とうとう突っ込んできた。男の子が第3作目にしてようやくアホコのアホさに突っ込んできた。え、そんな、考えろ、探せ。諦めなければ必ず道は開ける。人として生まれてたなら、考える力を持って生まれてたなら諦めるな。めっちゃいいこと言ってる。分かったよ、私頑張る。何だったんだろう。あれって何、ツリー。まさかツリーを先につけるとちゃうんだ。いや、ツリーはもう完全にクリスマスを遠回しに伝えようとしてる感じなんやな。そうなんだ。あ、これをもうダイレクトに使うのか。ダイレクトに使うのか。ブリー、あれ、どうしたキャラクターにクリックしたら、いるぞアホコ、力を落ちてやつを倒すんだ。うん、私頑張る、もう諦めない。準備はいいか。ダフンだ。くらえ。旬のブリクリスマスインパクトドライバー。スタンドが、もうスタンドだこれ。ドゥラー、グワー、なぜこれ私が人間だかい。覚えている人間どもめ、この時期のブリがどれだけ美味しいかを忘れるな。人は脱出ゲームなんかには負けたりしない。人の強さ面白い。3枚に降りろー。ギュー。そしてやったー、脱出成功したぞ。ブリ倒しただけで脱出の描写なかったやん。